昨日午後11時36分ごろ、福島県と宮城県で最大震度6強を観測しました。県内では南魚沼市で震度5弱を観測、新潟市、長岡市、三条市などで震度4の揺れがありました。震度5弱の南魚沼市では積雪がまだ多いため雪崩の心配などがありましたが、これまでに被害の報告は入っていません。横揺れが最初あって、それがだんだん強くなってきた感じですね。横揺れが大きかったですね。この地震で東京から新潟に向かっていた上越新幹線が長岡駅と燕三条駅の間で緊急停車しました。その後運転を再開しましたが、新潟駅に着いたのは予定より1時間40分余り遅れた今日午前1時40分過ぎでした。はじめに照明がパッと一斉に消えて、でその10秒後ぐらいに携帯とかのアラーム、緊急速報のアラームが流れて、それのアラームと同時に、急ブレーキとあと左右に揺れながら、地震ですね、地震の揺れを感じながら、ブレーキで止まっていった感じです。すべての原子炉が停止している柏崎刈羽原発では異常は確認されていません。県内では新潟市西蒲区で一時およそ300戸が停電、県庁でもエレベーターが一時止まりました。また県によりますと、新潟市秋葉区の80代の女性が転倒して右足の太ももを骨折しています。県は災害警戒本部を設置して情報収集に当たっています。